よーし。じゃあ母さん、行ってくるよ。あ、圭一、ちょっと待って。それは？米袋よ、見てわからない。いくらあなたのお祝いでも、ただ招かれるだけじゃ失礼でしょ。だからこれ持っていきなさい。ちょ、これって、あっ、こんなのどうやって持っていけってんだよ。俺自転車なんだぞ。平気平気、あなたの自転車のカゴならちゃんと入るでしょ。あ、袋三重にしてるから破れる心配はいらないわよ。ほら、シャキッとしなさい。シャキッと、院長でしょ。バカ、じゃあ行ってきます。車に気をつけるのよ。遅いよ、ケイちゃん。委員長は先に到着して待ってるもんでしょ。お前の時はどうだったんだよ。過去は振り返らない、前を見なさい、前を。あれ、ケイちゃん、その前かごの袋は何？え、お米？国産最高級米？すごい量だね。すごいすごい。言うな、何も聞くな。ケイちゃん、別に気を利かさなくてもいいよ。ケイちゃんは主賓なんだからさ。それにご飯も多めに準備してあるから大丈夫だって。いや、そういうつもりじゃ。まあ、いっか。それじゃ、早く行こうよ。みんな待ってるからさ。おう、盛大に食うぜ、飲むぜ。大勢でバーベキューなんて楽しそう。なんだかワクワクドキドキだよ。ミオン、今日のパーティーはフケも参加なのか？うん。バーベキューだと火を使ったりするから大人同伴でなきゃ後々面倒でしょ。だから君吉のおじいちゃんにお願いして人を集めてもらったんだ。君吉のおじいちゃんって村長さんか？へえ。
ケイちゃんなら。今はともかく何年かすればきっと鶴の一声で人が集まるようになるって。始まってるみたいだよ。早く行かないと。始まってて、あれ？主賓が来てから始める約束だったはずなんだけど。ミオンさん？おお、サトコ。さすがに早いな。ごめんごめん、遅くなって。ケイちゃんがさ、それどころではございませんわ。とんでもびっくりに大変なのです。どうしたのさ、二人とも。なんかあったの？そのセリフはリボンとのしをつけてそっくりお返しいたしますわ。さとこ、リボンとのしは和洋折衷すぎて合わないぞ。そうだよ、さとこちゃん。のしをつけて縛るのは水切りって紐で。何をのんきに冠婚葬祭の一般常識をお話ししてるのでございますの？そんな話をしている場合ではありませんのよ。とにかくミオンさん、ちょっと来てくださいませ。え？ちょっとそんな引っ張らないで。ケイチも来るのです。え、俺も？来なければ一生後悔すると思うのです。これはどういうことなんだろう、タロウ。どうして亀田君がここに？いや、今日は K を祝うパーティーが開かれるとファイターズの連中から聞いて、心の友としてはぜひとも総出で出席しなければと駆けつけたわけっす。それだけの理由でか？いや、実は今日デザートフェスタだったらしいんだけど、こっちのお祝いの手伝いのため突然中止って言われて、そりゃもう暴れて騒いで泣いてわめいですがりついたっすよ。言ってて恥ずかしくないか？そしたらオーナーさんの計らいで場所をこっちに移してくれることになったなりよ。さすがは我が心のふるさとの親分なり。にょりーん。普段の可愛い店内でハーハーしながら見つめるのも背徳感があっていいにょりが、明るい屋外で見るのもまた格別の果実にょりよ。しかも景観のいい場所で食べるケーキもまた格別でござる。ああ、安心してもいいでござる。自分たちの出したゴミはきちんと持ち帰るでござるよ。自然に優しく、自分に厳しく、エンジェルモートに魂を捧げたもののノブレスオーブリッジなんだな。神社は公共の場所なのです。だからみんなのお庭にしようなのです。いいのか、リカちゃん。
てもやっぱり遠慮したい人たちもいるのです、ミー。にしてもケイちゃん、心の友って、心の中の存在、つまり妄想の虚像だ。よってそんな友は俺の世界には存在しない。でもいるじゃん、そこに。にしてもものすごい数でございますわ。村の半分以上の人間がお集まりになっているようですわね。うちわた流し並みのお祭りなのです。ここだけじゃないのです。集会場もひなみざわの大人たちでいっぱいなのですよ。そうなの？おいミオン、これはいくらなんでも集めすぎじゃないか？ケイちゃん甘いよ。クラス委員長が変わるなんて、私が学校通うようになってから一度もなかったんだからね。だからこれくらいの規模のお祝いは当然。本当に？と言いたいんだけど、確かにこりゃ変だね。おかしいなぁ。君吉のおじいちゃんにはバーベキューを手伝ってくれる大人を集めてってお願いしたんだけどな。君吉も来ているのです。ほら。ミオンちゃん、ようやくお出ましかい。悪いね、勝手に先に始めちゃってるよ。町会の連中、早く飲ませろってせき立てるもんだから。おお、この子だね、ミオンちゃんの意中の彼ってのは。あ、どうも。意中？いや、さすがにミヨンちゃんが見込んだだけあって、なかなかの面構えだ。こりゃミヨンちゃんのお父さんを超える男になりそうだな。よろしく頼むよ、前原圭一君。あ、よろ。あいたたたたたた。意中ってどういう？いや、照れなくてもいいよ、前原君。ミオンちゃんの思い人ってことは、もう村中の人間が認めていることなんだからさ。はあ？ちょっと待って、おじいちゃん。ケイちゃんは、そんなんじゃないって。わかってる。みんなまで言わなくても、おじいちゃんはちゃんとミオンちゃんのことを分かってるから。だから違うって。それよりもこの騒ぎどういうことなの？どういうこととは？確かにケイちゃんのお祝いだから大人の人に手伝ってもらいたいって言ったけどさ、こんなに人集めて村上げて大騒ぎしてって言った覚えはないんだけど。当たり前じゃないか。今日はめでたい日なんだから、ミオンちゃんのね。
何言ってるの？めでたいのは私じゃなくてケイちゃんで。同じだよ。今日はミヨンちゃんが将来の伴侶を見つけたお祝いなんだから。伴侶って何なんですの？それはですね、伴侶どこでそんな。違うのかい？ミヨンちゃん、プロポーズされたんだろ。落ち着け、レナ。それだと話したくても話ができない。息もできない。レナ、やめるのです。ミーが幽体離脱しかけて昇天直前なのです。様ですわね。たたりなのです。成仏するのです。ナムー。勝手に殺すな。していいか分かんなくて。とりあえず笑うのだけはやめてくんない？それにしても知らなかったですわ。そんな超巨大プロジェクトが水面下で進行していたなんて。ケイチもミーも水臭いのです。僕たちにだけは打ち明けてほしかったのです。俺だって知るか。初耳だ。なあミオ。私そんなこと一言だって言ってないよ。そもそもミオンさん、村長さんにこのパーティーのことどのようにお伝えになったんですの？いや私は別に。いいから思い出せ。そして一字一句再現してみせろ。おじいちゃん、今度の日曜にみんなでバーベキューパーティーを開きたいんだけど、協力してくれないかな？パーティ
そりゃ一向に構わないけど、何のお祝いなんだい。うん、やっとさ、やっと見つけたんだ。私のすべてを任せられる男の子をね。なんかおかしかった？私、言い方間違ってた？まあ確かに意図は間違ってはおりませんが、聞き取り用によっては力いっぱい勘違いしてしまえる内容なのですよ。本当に空気読めないんだね、みーちゃん。それでね、せっかくの園崎家当主の婚約とあっちゃ、村を挙げてお祝いしなきゃ体裁がつかないって町会の大人衆が言い合ってね。もちろん御三家としても。ちょっと待って、この話がばっちゃんの耳に入ったら。え、もう知ってるよ、お嬢さんは。今度二人で遊びに来いって、ポントで迎えてやるって意気込んでたよ。そういう割にものすごくご機嫌だったけどね。なんせ前原君は今や村一番の有名人だからね。聞いたよ、今度の祭りでもいろいろやってくれるんだって。楽しみにしてるよ。それよりも話が飛躍しすぎでは。そりゃまあ、ごく一部の人は早すぎるんじゃないかとは言ってたけどね。今時の若い子のトレンドだと普通かもしれないって意見が出たら丸く収まったよ。それにこういうめでたいことは村の全員で雰囲気を盛り上げることも必要だしね。しっかりやりたまえ、前原くん。日並沢の町会は君たちのことを応援するぞ。みお、お前からも何か言って。なツンツン。立ったまま KO されているのです。みーちゃん。あ、おじいちゃん、向こうで牧野さんが呼んで。あれ、こんにちは、お兄さん。ご機嫌いかがですか？しお、てめえ。あれ、違いますか？お姉のご亭主様なら、私には義理の兄でしょうに。
んて分かってるくせに。おかしいな。この前パーティーの企画してた時はケイちゃんのことベタ褒めでラブラブ光線乱れ打ちって感じだったのに。ラブラブ。いやそれ人に物を頼む態度ですか。ちょっとショックですね、うん、お願いします。シオン様、これまでの無礼はヒラに謝りますから、どうかあなたの口からみんなに誤解だって説明を。いいじゃないですか、楽しければ。それはあんたたちだけでしょうが。まあ行ってみますけどね、多分手遅れですよ。もうは向こうの集会場、今どんな話題で盛り上がってると思います？生まれてくる跡継ぎが男か女かで誰が名付け親になるかって話ですよ。あ、跡継ぎ？ケイチ君とミーちゃんの赤ちゃん、なんだかよくわかんないけど変な気分も。だけどやっぱり可愛いからお持ち帰り。レナさん、首締まってます。ロープブレイク、試合ストップなのでございますわ。まあそんなに心配しなくても、みんな冗談半分ですし。半分本気なんじゃないか。あとですね、母さんと父さんももうすぐ来るみたいですよ、花婿さんを見に。花婿って、俺にか。直々に見分してやるって。気をつけてくださいね、ケイちゃん。うちのお父さん、園崎組の親分さんだから、頑張ってくださいよ。応援してるのか、脅迫してるのか、どっちだ、お前は。大丈夫ですよ、ケイちゃん。私が二人にはちゃんと説明しておきましたから。ちゃんとね。あんた、なんてこと。当然の報いです。私をカレー事件で命の危機に追い込んだ天罰ってことで。そりゃそうです。竹を割ったような性格と呼ばれるよりも、むしろ餅をついたような女と呼ばれたい。それが私、園崎シオン。自分で言ってると世話ないのです。だいたいこんな面白いネタ沈めてもしょうがないでしょ。火を消すくらいならガソリンぶっかけて火の海にした方がそりゃもう爽快ってやつですか。ケイちゃん逃げよう。はじゃないでしょ。状況わかってる？このままだと私たち今日は一日中酒の魚にされて、明日からは公認のカップル誕生だよ。
そうだな。悪いレナ、今日のパーティーは延期ってことで。行くぜ、ミオ。うん、行こう。すみません。いえいえ、相も変わらず落ち着きのない子だね。ミオン。あんたが前原くんかい？私はミオンの母親やってる園崎茜さ。これからはお母さんって呼んでいいからね。